ピーターボロ、ピーターボロ、英語、発音、PTRBRO、バー、b r は、カナダのオンタリオ州南部、ピーターボロ郡に位置する都市。オンタリオ州東部中央を流れる大人 B 川が、ピーターボロ市内の東を流れている。トロントから北東へ 125km ほどの場所に位置し、都市の人口は2006年統計で、およそ7万5千人。 広域都市圏のグレーター・ピーター・ボロエリアでは人口116,570人。ピーター・ボロ軍の軍庁所在地、行政府が置かれている。現在の市長はポール・エイオット。ピーター・ボロは川浅子軍周辺をはじめとした固定時間トリーへの玄関口として知られ、州内でも規模の大きい保養地となっている。1万年前、氷河期の交代に伴って、 先住民族の集団がこの地に流れてきた歴史を持つ。ウッドランド族が、紀元前約1000年から西暦1000年頃まで定住していたとされ、1740年頃、イロコア族やミシサガ族がこれに続いた。1615年、サミュエル・ド・シャンプランが、ピーター・ボロの少し北、現在のブリッジノースの近くに短期間滞在した。1818 18年、アダム・スコットが、 大人ビー川の西岸に入植し、製材工場と製粉所の建設をはじめ、スコットズ・プレーンズという名の町を築いた。工場は現在のキングドールに建てられ、動力となる水源はジャクソン入江から水を引いていた。1822年、イギリスの国会がアッパーカナダへアイルランドの貧しい人々を試験的に移住させる計画を承認したことに関連して、 1825年には、この地にアイルランドのコーからの移民が2000人を超えた。この基本構想は、当時の政治家、ピーター・ロビンソンによって管理され、彼の功績を称えスコットズ・プレーンズを、ピーター・ボロ、ピーターの都市の意に改名した。世界時、標準時を提案し、カナダ最初の規定をデザインしたサンドフォード・フレミングが1845年、 ジョン・ハチソンとその家族と一緒に暮らすため、この地に移住し1847年まで滞在した。ジョン・ハチソンは、ピーター・ボロに住む最初の医者の一人であった。ピーター・ボロは1850年に調整として、組織された当時の人口2191人。初期の1850年代後半、町と周辺に数多くのカヌー製造業者が生まれ、1893年に、 アダム・スコットンの工場跡地にピーター・ロ・カヌー会社が設立された。1930年時点でカナダ国内のボート製造業に従事する従業員のおよそ25%がピーター・ボロ周辺で働いていた。1928から36年の期間にジョンソン・モーターやアウトボード・マリン、ボートエンジンの製造会社、ゲンボン・バレディアの参加が 従来の産業から新しく誕生した。ピーター・ボロはナイアガラの滝の発電所よりも早く、カナダ国内で最初に水力発電所が運転された場所の一つ。このため、この都市では電力業界を通しても街の発展を見ることができる。安い電力資源が手に入ったことから、この利点を生かすため、エジソン・ゼネラル・エレクトリック、後のゼネラル・エレクトリック・カナダとアメリカシリアル。 あとのクエーカー,オーツカパニー、2001年にペップシコが、買収が進出した。1904年、大人ビー川の東岸に位置するアシュバーナムの村が、ピーターボロに併合された。このエリアは現在でも地元の人々の間では、東町と呼ばれる。このため、時折、地元民の間では、地元経済や住宅地において、イースト市と市中心部を比較して区別することがある。 1905年、カナダ建国記念日のドミニオンデー。現在のカナダデーにあたる7月1日に、ピーター・ボロは、死生となった、当時の人口およそ1万4300人。死の旗と紋章は1951年に採用された。1970年代、オンタリオ州政府が、オンタリオダウンタウンリニューアルプログラムの一環として、州の助成金をもとに、 ピーター・ボロ・スクエアが建設された。このモールは、旧イートン・センターを主体としている。コールセンター ICT、カナダが大部分の空き店舗スペースを手に入れ、他の残されたエリアは、オフィススペースに割り当てられた。最近になって、連邦政府は、天然主源省の本部をダウンタウン、通りを挟んで、ピーター・ボロ・スクエアの向かいに移転させた。2006年のカナダ国勢調査に基づくと、 広域の都市圏の人口は116,570人で、市内中心部の人口は74,898人。都市圏人口では、カナダ国内33位に位置するオンタリオ州内14位。5歳未満の子供の人口は定住者人口の4.8%、州内5.8%、全国5.6%。 65歳以上の高齢者人口は18.1%、州内13.0%、全国13.2%、平均年齢40.6歳、州内37.2歳、37.6歳となっており、カナダ国内、オンタリオ州内の平均と比べ高齢化が進んでいる。都市圏の人口密度は85.4人、キロメートルで、州平均の12.6人、 キロメートルより高い。2001から2006年の人口増加率は、市内、都市圏ともに、州内平均の6.6%よりやや低い。この地域最大の産業は製造業で、ゼネラルエレクトリックや、クエーカーオーツ、ペップシコが大きな工場を運営している。また、ゼネラルモーターズカナダで働く、従業員のベッドタウンとても機能しており、産業界では、 ピーターボロ市民最大の雇用先が GM、オシャワオートプレックスである。市内最大の雇用先は、ピーターボロリージョナルヘルスセンターで、ピーターボロ教育委員会、ピーターボロ市と続く。ゼネラルエレクトリックや、アウトボードマリンなどの製造業は、給与が高い雇用先であったことから、市の発展に大きく関与した。後に、施設の老朽化と高い労働賃金が、 途上国の安い労働市場との競争にさらされるようになる。1970年代から1980年代、ジャストインタイム生産システムなどの革新によって、より低価格の製品を売る必要性が増し、他国籍企業に大きな影響をもたらした。1990年代初期に合意したナフタは、多くのカナダ企業の貿易形態を変え、今日の GE、ペップ主国ーカー。 シーメンズをはじめ、多くの中小企業は、飛躍的な成長を経験する。ミニッツメイド、コカ・コーラが、近年に、レ0レー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 カナダドルを投じて、新しい倉庫と生産ラインを建設した。1991から2001年、製造業の雇用喪失は、週の平均と同じペースで増え続けた。低コスト、質の高い労働力。 優れた高等教育機関がピーター・ボロの優位性を支えている。2004年の終わり、オンタリオ州内でビジネスを行うのに最も適した場所として、カナディアンビジネスマガジンで一番にランクされた。ピーター・ボロ市の公共交通機関は、当初、路面電車を運営したことに始まり、1893年から1898年まで、 運営されていた会社ピーターボロアシュバーナムストリート鉄道を前身とする。これがピーターボロラジアル鉄道に受け継がれ、1902年から1927年まで運営されたが、路面電車の時代はここで終わることになる。ピーターボロラジアル鉄道が廃止された1927年の、初め、市内にはクーニーとジョプリンの2社のみしか市内交通を提供する。 運輸会社がなく限定されたものであった。1927年の末、ボーダートランジットが設立され、1978年に現在のピーターボロトランジット、ピーターボロ交通局となった。現在、39台のバス、19台追加予定を運営しており、11の主要ルートとトレント大学へ向かう4つの快速ルート、エキスプレスルートに加え、 別の快速ルートが2つ、他、小型の乗り合いバスやタクシーを運営している。現在の路線は、以下の通りとなっている。メインルート、トレント大学エキスプレスルート。エキスプレスルート、基本料金は、大人や、高校生、学生、高齢者、子供、2歳から12歳は、均一で2ドル。2歳未満は無料。1日乗車券は6ドル。 市内の中心部、シムコウ通りに位置する中央ターミナルからバスは運営されている。このターミナルは、高知カナダ、旧トレントウェイワーガーが、市外から市内に入ってくるルートの終着駅兼ねており、グレーハウンドのターミナルもすぐ隣に位置する。ピーターボロイチは、地政的にピーターボロ群に属するが、 行政は、軍の管轄に含まれず、軍から独立した単一総自治体に分類される。これは、アメリカの独立史と形態が類似している。地方行政システムは、市長制を採用している。市長は、市の最高責任者として、直接投票による選挙で選ばれる。市議会は一員制であり、5人の市会議員が市内5つの、地区をそれぞれを代表する形で構成ている。 現在の地区は以下の通り。ピーター・ボロ市庁舎はダウンタウンの500条ジ,ジストリートのオスに位置し、ピーター・ボロソーシャルサービスのオフィスも施設内にある。ピーター・ボロ公立図書館は1911年に設立され、当初はカーネギー図書館と呼ばれた。現在2つの図書館がある。ピーター・ボロ公立図書館は外部のネットワークを通じてカワーサパイン理事学区。 ピーター・ボロ・ヴィクトリア・ノーザン・バーランド・アンド・クラリントン・カトリック学区、アスフォデル・ノーウッド公立図書館システムとデータベースを共有している。このグループの図書館は、パクランと呼ばれる。トレント大学は、以下の系列下のカレッジに区分けすることができる。ピーター・ボロと川浅地域には、様々なアトラクションやイベントがあり、老若男女問わず楽しむことができる。 豊かな歴史遺産と博物館に加え、展示会、美術館、劇場などがあり、芸術活動が盛んな場所でもある。歴史的観光名所として、先住民遺跡で知られるペトログリフス州立公園がある。このほか、ホッケーチームでは、オンタリオ州ジュニア A ホッケーリーグのピーターボロスターズがある。ラクロスも盛んな場所で、ピーターボロレイカーズとピーターボロジュニアレイカーズがある。 ピーター・ボロ・イグザミナが1942年から1955年まで会社を所有者し、編集も行っていた。1980年代後半、タブロイドスタイルのピーター・ボロ・ディス・ウィークが市場に参入し、イグザミナは広告シェアを大きく落とした。ピーター・ボロ・ディス・ウィークはフリーペーパーの提供をはじめ、ほとんどがピーター・ボロ軍の住民に配られている。その一方で、 トレント大学の学生によって学生新聞が設立され大学キャンパス内とダウンタウンにおいて無料で配られている。1994年からコネクション新聞旧コーズウェイコネクションとして知られるがピーターボログンの中心部スミスエニスモアレークフィールドに設立されたフリーの月刊誌で郵送で地域の家庭に配られている。2002年に ピーター・ボロでは初めて無料のオンラインマガジン、ディレクトリー、ノー、アバートネットワークが立ち上がった。それ以降、20以上のマガジンディレクトリーを提供するようになり、ノーアバートダウンタウン、ノーアバートカワーサズなどが含まれる。全紙面カラー印刷のニュース紙があり、商品広告やサービスの情報も含まれている。ポストや、無料配布だな、地元のイベント先などで配布されている。 コラスエンタテイメントが所有、運営しており、ケーブル加入者に放送している。チェックスは、テレビ放送局としては、国内では最も古い放送局の一つで、創立者メンバーに、作家のロバートソン・デイビースとその父ウィリアム・ルパート・デイビースが含まれる。送信機を備える、電波塔が、市内東部にあり、以前は、テレビ放送だけでなくラジオ放送にも使われていた。 ピーター・ボロのラジオ業界の特徴として、他の大きな都市ブランプトンやオシャワより多くのラジオ局を持ち、グレーター・トロントからのラジオ放送を聞くことができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。